幸せそうな顔をしております。いびきかいてます。しーちゃんはキノコ派、タケノコ派。せーのでよ。せーの、タケノコ。え、あの話だよね、お菓子の話だよね、うん、本物の話じゃないよね、うん、本物の話じゃないよ。本物だったよ、キノコ派。え？あ、本物だったよね。え、でもさ、本物だったらさ、タケノコってキノコなかもだよね。え？タケノコってタケだよ。タケノコだよ。え、タケノコってキノコの仲間じゃないの？タケノコってキノコの仲間なの？そうだよ。ま？絶対そうだって、だってコついてるもん。タケの子供の子じゃん。タケノコって成長したらタケになるんだよ、知ってた？なんないよ。なるよ。だってタケ食べれないじゃん。だからちっちゃい時にしか食べれないんだよ。何？何ニシがバカみたいな顔してんの？こんな顔してる。タケノコはタケだよ、キノコじゃないよって、ほらコメント欄で来てるよ、タケの子供だよって。何ため息。調べてあげるよ。仕方ないな。タケノコはねカタカナなんだよ。タケノコは竹の子供ですよ。ほら調べて。竹の子はね、はい、竹の子供なんだよ。あれ平田さん、竹の子はキノコじゃないんですか？竹の子はね、はい、竹の子供なんだよ。あれキノコ、こうついてますよね。あれやめなさいとか言うの。バカバレるよ本当に。タケノコキノコとか言うやつもバカやん。あれやめなよ、ご自分のことを言ってらっしゃいますかね。やめな。平田さん、最後にバカバラしてどうすんの、ニシピョン。バカバラしました。平田シーナ、平田シーナ今日もバカがバレました。あ、うま。いや、タケノコはガチでキノコだと思ってた。どういうこと？え、キノコってさ、うん、なんかシイタケとかあるやん、うん、シイタケ、エノキ、うん、タケノコみたいな。違った。だって見た目からも違くない普通に。いや、そんなんだってキノコだって見た目違うじゃん。でも大抵さ、こうさ、傘あってさ、あみたいな形してんじゃん、言われればね。だからチョコの話してるんだよ。いや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 。それはタケノコでしょ、はい、絶対。じゃキノコですよ。なんで初めて出会ったかもしれない。嘘だ。え、絶対圧倒的タケ派だよ。いや、圧倒的じゃなかったから、アンケート取ったの前。圧倒的ってほどでもなかった。え、でもタケノコ多いでしょ。うん、なに、鼻で笑われたんですけど。ふんって言われた。いや、キノコです。キノコ懐かしい。キノコですよ。それな、マジタケノコとキノコの違いでこんなにさ尺取ると思わなかったよ。尺取ると言わないで。いつもするからさ。ありがとう、嬉しい。やっぱ雪山の話と唐揚げ棒の話と、ちょっとさ素敵な話してよ。どんどんしーちゃんのバカがバレてくる。今日はリアタイでバレたよ。こういうことですよ皆さん。
平田椎名という人がいつもこういう話してるよね。そうなんです、そうなんです。国家紅白って懐かしいね。え、懐かしい。え、2年前ぐらいじゃん。あれ、うん、1年前か、1年半前前前前前多いって1年半前ぐらいか、うん、そう、自動ドアにあのピッてね、スイカ、マナカ、パスモ、マナカかざしたのも、あと地下鉄のところで傘さしてたのも。マジで傘さすのだけはやめな、みんなマジで恥ずかしいから、はい、本当にやめたほうがいい、うん、教えてあげる、うん、あの地下鉄で傘さすのだけはやめてくださいだけ、うん、それだけは本当に恥ずかしいもう閉じる瞬間にもう笑っちゃうなんで雨降ってないのにさ、なんでだろうね、気づかないんだって大丈夫そう、ちょっとさ、 見たかったな、その自分やば、そんなやつおるんですよ、ここにピースしてますか、そんな人おるんですよね。地下鉄で傘してる人見つけたらそれが平田さんそうみたいですね、そうみたいですね、そうみたいですね。あと唐揚げ棒落としてっても多分平田さんですね届けてほしいな、その時届けてほしいな、欲しい、欲しいな、届けて欲しいな、欲しいな、だそうです。よろしく頼んだ。みんなよろしく頼まれたよ。え、T シャツ前後ろ逆だった、後ろ前もう下の話ですか、はい、そうだよ、それで帰ったもん家まで。え、後ろ前も逆だし、うん、あれも逆なの、裏表も逆なんだよやばくない、タグついてたってこと、そうだよ、気づかないでそれ、大丈夫そう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 、でも言われるまで気づかない、ママにさ、うん、え、なんか T シャツ逆じゃないやだえ、これで地下鉄乗ってきちゃったよってあまりやば、まあいいんじゃないあ、新しいファッションだと思えばそうだね、そうだ、最先端だから、ね、最先端やっぱシーナのワードロップだからそう、ワードロップちゃんとインスタ載せた撮った写真ちゃんとダメだよ、取りだめてあるかもしれない、ちゃんと載せなきゃダメだよ、そうだよね、はい、載せたらもう最先端だよね、え、そうそうそう、載せて何食わぬ顔でおしゃれだと言い張ってください任せてやば面白いですね、みんなも腹筋割れといけ腹筋割れた、みんな腹筋、やっぱ運動は大事ですからね、それ運動になってますなってるんよ、なってるんですか、気持ちが大事だから、気持ちは大事、なるほどね、気持ちが大事らしいです、皆さん、運動は気持ちが大事、名言出ました、出ました、ありがとうございます、どういたしまして、最先端ね、よしーちゃんは、ま、もうなんか話掘れば掘るほど出てくる掘らないでもらって掘らなくても出てくるからやっぱ
掘ろうとしてないのに キノコとタケノコとかさ出てきちゃうよね。出てきちゃう、もうねバカがあふれちゃうの悲しいでちゃうんですね。いつもこんな感じですか。まあそうですよね、いつもこうやって西川しーちゃんに教えてあげてます。なんだと、いつも教えてあげてる。あれなんだよしーのは、うん、あれ学ぼうとする気持ちが強すぎてなんかそうなっちゃうだけ。どういうこと何も分からんマナボートはしてるのね。そうそうそう、うん、学ぼうとする気持ちが強すぎて、うん、なんかそういうとこ出ちゃうけどでもまあ学んではないの。それで学べてるから、うん、プラスなんよ。あーなるほどね、まあ、私の勝ちという今までは何ですかね、今まで学ぶ機会がなかったんですかね。卒業後は誰が面倒を見るのかな卒業後も西くんが面倒を見ますらしいですヒビ成長して、そうそう、カミフレ2位でこのこれなんでね。そうだよ、これをシーナでも2番だからね。カミフレ2位なんですよ。なんなら国語は西ピョンより上なんで。国語、国語だよね。国語出た出た、皆さん国語だよ。西ピョンの発音修正もうね、本当にもうすぐ、ね、違和感めっちゃ感じちゃうもんだって。国語だよ、国語だよ。なんであげる、国語で言う国語だって。国語ほらどっち派ですか、国語か。はい、ちょっとまだ流れてきてないです、コメントは。あ、西ちゃんが正しいありがとうございます。国語って言わないでしょ。国語だよ、国語国語なんよ。あ、確かに今日は関東にいる西ちゃんが正しい。いつも足のが正しいってこと。うん、西ちゃんが違って。違う違う、西ちゃん派の方が少ない。でもいるでしょ、ちょっとだけねちょっとだけね、ちょっととか言うな、ちょっとちょっとだけです一番頭いいのはひなぴょんになるらしいよ、かゆめで。あー、そういうこと。サインやばいね、やばいね。大丈夫かな、ヘナピオもだいぶ引き出し持てそうだけど。え、そうなんですかって言ってるくない、よく言ってる気がする、うん、なんてことだ、カミフレ大丈夫、カミフレやばいね、確かに大丈夫そう。えなちゃんだな、じゃあ一番。えなちゃん。うん。かもね。うん。すごい険しい顔して言うじゃん。違う。まあ、わけあり。わけあり。でも、ゆまやさんはしっかり、しっかり。してるように見せかけてるだけだから。だってこの前もね、宮丸さんに、シーナちゃんって電卓使えるんだすごいねって初めて電卓使って褒められたびっくりしちゃったもん。カミフレの平均年齢を、うんうん、あー調べてやる、調べようみたいな感じで、うん、なんかみんなやってくんだけど、うん、みんななんか絶対違うじゃんって数字出してきて、そう
え、それやったの。え、あれじゃない、なんかあのあれ対談あの通話をしようぜの時に、うん、なんかあそういえば髪の毛って平均年齢いくつなんだろうってなって、でなんか誰か誰だっけ、キミちゃんか誰かかの分かんないけど、うん、誰かが調べ始めたんだけど、うん、いやどう考えたのそれおかしい、絶対違ったのなって、でもヨレさんがやっても全然違う、そうみんな違うの出してきて、いや絶対これはありえんみたいな数字出てきてで繋げて、あーそれだってなったら、そう電卓使って止められちゃったやばいですよ、だってもう明らかに違う数字だったもんね。え、そうめっちゃ少なかったのか分かんないけど、うん、強かったのか分かんないけど、でも絶対そう、絶対普通に普通に違ったよね普通に答え確かめなくても分かるし、しかもそれみんな電卓使ってるからね暗算とかじゃない、そうやばい、いやラブリンもバカだよねうん、ラブリンはなんか普通にしれっと私できる側ですみたいな空気してそこにいるけど、ラブリンも面白いよ。あれラブリンのさ、何、え、あれ見た、あのさマンゴー、意外にマンゴーのさ くじひ西がさリツイートしたのって、最近なんか横ありのさお披露目でさポジション決めるのにさ、うん、くじだったじゃん。あ、くじだったね。その時のラブリンのリアクションやばい、どしょっぱな、どしょっぱなってかさ、そんな入りたってくらいの時なのにさリアクション大きいよね。そう、ラブリンリアクション芸人あ、みっちゃん、あ、みっちゃんか、みっちゃんはどうだ、みっちゃんはね、あ、そうなんだみたいな、なんか多分疑わないよね、その、 あの計算でさ、え、疑わないと思う、疑わない、最初にキミちゃんがめちゃめちゃ違う数字を言ったとしても、あ、そうなんだってそれを絶対疑わないと思う。でみんな絶対違うよって言っても、え、田辺合ってると思ってましたみたいな言いそう。でも絶対違うってその時言った人も少なかったからびっくりしちゃったって。みんなそれ信じちゃダメだから、ね、え、それもね何やってんのかと思います。ちなみに平均年齢何歳だっけ、もう忘れちゃったよね。え、もね、うん、あれ19とかだった気がする。本当、なんか意外となんか、え、忘れちゃったくらいってコメント来てるわ。
最年長はしーちゃんですよ。普通にね、シンプルにね。シンプルイズザベスト。酔ってます？酔ってません。いつも通りです。いつも通りこんな感じです。こんな感じです。いつもこんな感じです。すごくない？うん、酔ってないのに酔ってる風になっちゃう。絶対に笑ってはいけない。やるよ本気で。いいよ、やろうよ。じゃあいいよ。何する？アウト。いや始まってないし。スタートって言わないとダメなの。そういうことね。やってはいけない、うん、スタートって言わないと。スタート。罰ゲームは罰ゲーム。平田アウト。ちゃんと見てる人に面白さ伝わってるかな。え、伝わってるよ。腐って。じゃあ何ゲームする？何でもいいの。何でもいいの。何でもいいの。何でその煽ってるの。ツボ浅くなってる。ツボ浅いこと、いいことです。いいことですか。やっぱね、笑顔は大事なんで、人生楽しく生きるには笑顔が大切なんで。じゃあ3文字の都道府県。はい、しーちゃんから。はい、あれだよね、分かった。せーの、愛知、秋田、群馬、岩手、宮城、栃木、福井、群馬。群馬行ったことない。え、栃木って言ったよね。姉妹ね。愛媛、高知、香川。待って、アウト。なんで、待って、え、群馬2回目。え、そう、ほらだよね。誰言った？自分で。え、言ったよね、絶対言って。え、そう、聞いて、みんなに。でも2回目ってコメントある。え、ほら、やっぱり。嘘だ、いつ行った。いいや、いいや、みんなにしぴょんのバカがバレ始めてるよ。しぴょんの方が実は勉強できる。ねえ、いや、勉強できるんじゃないよね。これはそういうことじゃないよね。だって記憶力もないってこと。だって自分が言ったら忘れちゃうっていうのは嘘、異常事態だから。ほら、やっぱ言ったよね。え、待って、群馬しーちゃんが言ったって。いや、しなが言ったとしても2回目ないよね。いや、でもき、いや、いや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 。じゃあ、西くんの負けていこう。いやいやいや。代わりに、じゃあ、しーちゃんが。じゃあ、次行こう。何？お題は。お題は、うん、濁点のつく都道府県。おお。しーちゃんから。はい。せーの。北海道。宮城、宮崎、栃木、群馬、神奈川、鹿児島、千葉、岐阜。
長崎、長野、佐賀、滋賀、山口、山形、新潟何かおかしかった。いや、北海道って北海道だからアウトみたいな。ああ、そういうこと。うん、いや、それはありなんよ。ありらしいです。ありなんよ。ありなんだけど、うん、負けだねちょっともう出てこない。もうなくない、うん、ってか Wi-Fi を切ってみたよ。静岡行ったね、違います。だってありないよでループしてたらしい家にありないよ、ありないよ。北海道はありないよ。めっちゃ面白いじゃん、このループ見たいな。とりあえずしーちゃんが負けました。今1対1だよ。でも、うん、なんかないかな。無駄あ、分かった。んじゃあ、うん、その言葉の、うん、一番最後がチャで終わる言葉。ええー、いっぱいあるから。本当に、うん、いくよ。うん、ジャスミン茶、ほうじ茶、ウーロン茶、玄米茶、緑茶、麦茶、紅茶、赤茶。赤茶って何？赤茶色赤茶色で言葉じゃん。いや、赤茶、赤茶は赤茶って今絶対でもそれ今絶対って言ったの。そんな青茶とかいっぱいあるじゃん。いや、でも青茶はなくない？赤茶って何？赤茶色って言うくない？でも赤茶色じゃん。赤茶って茶ではないと言う。赤茶って略すやんなんでいっぱいあるよって言ってさ、茶ってさ、お茶しかなくね。あるじゃん、お茶が。あ、お茶、お茶とか、お茶シリとお茶、お茶ゲームだった。いや、他にも考えたらさ、うん、例えばさ、うん、顔芸やめてもらって、映らないところで顔芸やめてもらっていいですか？かぼちゃ。あ、ほら、でしょ言ったやん。出ないんかいって自分で言ったと言っといて言っといて出ないやつ。出ないんかいって。難しいね。じゃあ次行こう。次のお題。次のお題、うん、色を英語で。おー、しーちゃんからいきます。はい。ブルー、ホワイト、ブラック、イエロー、グリーン、レッド、ピンク、パープル、ゴールド、スカイブルー、シルバー、ライトグリーンオレンジ、ブラウン待って、え、待ってよめっちゃ待たせる。待って、3、2、1、オフホワイト。あり？ベージュ。え、これなんだっけな。
あと、泣くない何の認識あるネイビー、あ、ネイビーだ、そうですね、あ、コンって思ったの、うん、コンって英語でなんだろうと思って、うん、あダメだ、ダメでした、グレー、あ、グレーか、バーガンディ、ボルドー、ボルドあるね、あるね、やった消化中かな、いや生クリームはデザートだと思うんだよね、出たその話いやそれだったらさ、はい、なんかダメじゃない、やっぱりチョコソースとかと一緒やんだって、だって生クリーム専門店ってあるやんって思ったのこの前、うん、でも生クリーム専門店は生クリームを加工したデザート作ってるわけじゃん、でも生クリーム専門店って名前だよ、値段をつけて提供はしてないよ、うん、その店も、でも、はい、負けました、ね、いや生クリームはデザートでしょ、ね、今面白いゲーム思いついた、なんでもう喋りかけないね、ごめん喋りかけない、うん、あ、炙りカルビゲームしよう、いいよ、炙りカルビってずっと言ってくだけ、そう、増やしていくの、あ、増やしていく、じゃあしーちゃんからいけ、はい、炙りカルビ言えてた今言えてた今のは言えてたからめっちゃ今のは言えてたよ、さすがに、オッケー、もう一回行こう、じゃあ行きます、はい、炙りカルビ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 、炙りかぶり、だからちょっと数数えようと思ったら分かんなくなっちゃった面白い、あっつ話題すぎて熱いよこの部屋パセリ、リンゴ、ゴマ、枕、ラクダ、ダチョウ、うがい、胃薬、リス、スズメ、メダカ、カメラ、ラッパ、ラッパは言ったってラッコ、ラッパは言ったってもうラッコもうさっきもこれ見ちゃうこの光景頭が好きだね、ラッパ、ラッパ買ってくる、ラッパー、ラッパーです、今ラッパーって言ったの苦しい苦しい、ラッパーだから、ヨーヨーの方だから、ヨーヨーの方、ヨーヨーの方、あー分かった、そう、ね、ラッパー、ラッパーね、うん、ラッパー、うん、ラッパー、ラッパー、アイス、スイカ、スイカも言ったよ、嘘、スズメ、メンタマ、マント扉ラザニアラザニア、待って、こんなしりとり言ってやったら終わりだなってそれただのしりとりだからずっと気になってたさっきから、いやこれ高速じゃなくね楽しいね自分で高速しりとりだったのに全然高速じゃない、こんなみたいな慣れちゃってるからさ、それもしり
田さんしりとり鍛えてるでしょ。ちょっとどうやって鍛えるの。家で一人で書く。鍛えてるでしょ。ちょっと毎日1しりとりやってんじゃない。暇か。楽しいね。いや乗らないからやらない。すごいかすってる。また試しがない。疲れたらしい。ちょっと休憩。バレちゃった。ちょっと疲れた。暑くなっちゃった。それ。なんか空調がさ、暖房か冷房か分かんなくてさ、どっちなんだ。書いてないから、なんか何月から何月だとかさありそうじゃない？だったらまだ暖房でしょ。じゃあつけらんないね。もうすぐ2じゃないよ、3じゃないよ。東海ラジオ 1+1+1 は3じゃないよ。あと10分ってゆうちゃんがツイートしてた。だって待って、しーちゃんもツイートするらしいよ。しーちゃんと言うとラブリンが出ます。ステッカーって抽選なの？抽選だよ。実況配信もしません。指パッチンってどこが鳴ってるの？中指と親指じゃない？ちょっとめっちゃ鳴るんだけど、これなんで？ドヤ顔。ドヤ顔してる。でもないのにドヤ顔。ドヤ顔してる。ニジはびっくりして、なんかラブリーにさアットマークつけられてメンションされて、なんか通知来てびっくりした。ニジは肩がゴリゴリ、肩が鳴るよ。こちら肩が外れかけてる音らしいです。キュンです。あたさん真面目にツイートしてる。したよ。したらしいよ。肩がゴリゴリなんです。びっくりした。なんかさ、めっちゃ筋肉が凝り固まってるから鳴ってる音かと思った。いいよ。いいよ。じゃあ、うん、ちょっと考えな。全然何も思いついてない。しーちゃん自分のレースから出たよ。なんか走ってたよね、海を。うん、出たよ。
右が左肩もなるよ。ほら。左の方が音なる。あ、ミラーボールありがとうございます。ありがとうございます。ミラボール。首がそんなにならない。肩はずっとなるのもなんかねダメだし。考えてます？考えてる。考えてますか？もうそろそろお時間ですよ。あ、サーヤがコメントしてくれた。あなたサーヤですか、うん、サーヤには明日会えるね。明日は写真撮ろうね。ミラーボールが桜仕様。ほんとだ桜。違う、なんだ桜吹雪。何桜が吹雪いてるよ。ありがとう。わすごい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 。なんかさ画面固まってて、なんかすごい。スクショしよう。イヤホンの方すみませんでした。さらに24時間マラソン。平田さんマラソンしますか？だから顔芸やめてもらっていいですか？映んないとこで映んないとこしません。しないそうです。マラソンが一番大変そうだった、うん、寝ないで。なんでそんな急にさ力尽きたみたいな。バレちゃった、うん、すごいミラーボールをつあ、ゆうちゃんいる。ゆうちゃん大谷ゆうき。大谷ゆうき、いや高速シュートにしよう。やっぱいいよ面白い、うん、じゃあ西ピオンから始め。いいよ。リンゴ、ゴマ、マスク、ミルク。100グミ何って突っ込んでもらって。え、グミじゃないの？あ、マスクじゃん。グミ。どんどん進んでってるからびっくりしてる。いや、グミじゃないのってマスクって言ったよね。あ、ダクテンとかつけるのありなタイプ。わかんない、そうありだと思ったのかなって思っちゃった。なんかやべえぞって言ってください。なんか中野愛理がいる。中野愛理がラブリンもいるよ。あ、マジカルバナナ。マジカルバナナってなんちゃらと言ったらなんちゃら。そう、なんか連想させてくやつ。あ、いいよ。じゃあシナからいきます、うん、マジカルバナナ、うん、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったらゆうちゃん、ゆうちゃんと言ったらかわいい、かわいいと言ったらしーちゃん。あ、しーちゃんって言ったらかわいい。ごめん、もう終わっちゃったわ。終わっちゃった。満足して終わったのね。あなたが終わった。みんな終わりだ。解散。
ました解散何やべえぞやべえぞってな、斉藤さん誰だっけ、誰のギャグなんかあったよね、うん、なんでそれお願いしますなのか分かんないんだけど、ニュートラブリンがラジオでその話したの、してない、してない、分かんない、ハマりハマり最近のナダルだってあ全然違った、然違お笑いお笑い分かんないのが分かんないやつ、でも最近ね、あの有吉の壁とか見るんですよ、ちょっと面白い、あれあれが好き、チョコプラチョコプラの静かにしてくださいってやついやごめんなさいなんだけど全然わかんない静かにしてくださいいや本家わかんないから初めて聞いたし、静かにしてくださいってやつ、なんならチョコプラがわかんない、嘘マジで笑い芸人わかんない、あれミスターパーカージュニア、あー聞いたことある、時間だって今何分？ 59 分あと1分、静かにしてくださいってやつ分かんないから、はてなしかない、こういう話する、しないするな、怖い話あ、終わりますありがとうございました、まだ10時になった、もう59分、じゃあぴったりに終わるから、ぴったりになったら言って、うん、始まっちゃう、あ、じゃあラジオ皆さん聞きましょう、ありがとうございました、どういたしましてあ、なった、あ、まだ遅いかな、そんなことある、これがずれてるのか、あ、なった、なった、バイバーイ、バイバーイ。